はどう？普通。オッケー。あとはお客を相手にきちんと占いができるかどうかね。じゃあ私がお客の第一号になるわ。お前もか。何よ、文句ある？いいことを言われれば気分がいいし、占いは一つの娯楽として評価しているわよ。でも悪いことは大抵すぐ忘れちゃうわ。じゃあ早速だけど、ユキお願い。見えます、見えます、見えてます。どうしたの？あなたはとても深い闇を抱えた人。しかしある人物と会って状況は一変する。多くの事象に変化が生じて、人々があなたの周囲に集まってくる。あなたはその世界の中心で笑っている。とても楽しそうに、嬉しそうに。でもその世界はとても脆い。全てはあなたの意思次第であり、しかし全ては意識の範囲外である。以上。抽象的すぎてコメントしかねるわ。キョンにやった占いの方がずっと分かりやすかったわよ。でもそう出ている。もっと他にないの？金運はどうとか、恋愛運はどうとか。どうかしました？口が開きっぱなしですよ。ああ、長戸の妙な迫力に気をされちまってな。それだけにしては顔がこわばっているようにお見受けしますが。いえ、深くは追求しません。僕もなぜか心の奥がざわつくような感覚を味わいましたからね。さて、長戸さんの占い師としてのカリスマ性を目の当たりにしたところで、我々は自信を持って宣伝活動に勤しむことにしませんか？